新企画ね、メカニック TV レストア計画を、はい、やっていきたいと思います。なんとメカニック TV スタッフが自腹で車を買ってきたらしいので、ちょっとそれをね、まあ、整備したりとか、まあ、下回り見たりとかしていきたいと思います。はい、で第1弾の今回は格安で購入してきたホンダのビートですね。こちらをやっていきたいと思うんですけど、ずいぶんボロボロですけどこれはいくらだったんでしょうか結構ね、年季入ってるけどね。でもなんか20万ぐらいだったらしい。ちなみにまさきちゃん、はい、この車知ってますか？知ってます。知ってる。めっちゃ欲しいです。欲しい。直して買ってもらおうよそうしようね。じゃあ簡単にホンダビートちょっと説明したいと思います。今回購入したホンダビートは1991年に発売された軽自動車としては初めてのミッドシップカーです。ちなみにミッドシップって知ってますか？はい、はい、エンジンが中央付近に搭載されてくればね中央、まあそうだねで、まあ、軽自動車でありながらエンジンを中央に積んだミッドシップで、さらにオープンカーです、うん、搭載されているエンジンは軽トラックのアクティなどに積まれている E07A エンジンに M-TRIC という機構を搭載し、8100回転で軽自動車自主規制いっぱいの64馬力を発揮します。ね、軽トラのエンジンなんだね。一緒なんですね。すごい、ね、購入時に分かってるトラブルが、まあ、エンジンから白煙が出るのとエアコンが効かないらしい。でちょっとエンジンかけてみようかな。はい、お願いします。はい、じゃあかけます。アイドリングでは白煙は出ないですね。でちょっと回転数上げてもらって、はい、4000回転ぐらいまでアクセル踏んじゃっていい？もうちょい。おー、出てますね白煙めっちゃ出てる。オッケー、はい、じゃああとエアコン見てみようかな。エアコンついてる今？あ、つけます。はい、ね、風量もあれどうかな。うん、うん、ぬるい。冷たくないぬるい。これは効いてないですね他にもホロの交換や塗装の手直しもして綺麗な状態でレストアしたいですね。そうだね結構ハゲてそうだからねまあ、あの細かい部分はね、ちょっとメカウジと一緒に見てもらおうかなと思います。お願いします。じゃあ早速見に行きましょうはい、ということで下の方にやってきたので、車のね細かいところを見ていきたいと思います。メカウジを呼びましょうメカウジコロナ禍なんでだなじゃあ、早速、はい、いろいろとちょっと、はい、チェックをね、ドラマチックなお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、山が少ないけど、まあ、ひびも若干ありますね、うん、はい、じゃあ、記録本通り、はい、行ってみたいので、はい、まず今タイヤ外したのでブレーキ周りの点検と、はいはい、あと、まあうん、とりあえずブレーキ周りの点検あの今日ちょっと目視点検だけでいいです、はい、あの工具とか当てなくていいから、はいはい、じゃあ、ブレーキですね、はい、パッドの残量、うん、パッドはありそうです。引きずりとか、うんはい、まあ、ちょっと錆がひどいけど、錆がひどい、あと、うん、ホース周りとか、ホースも大丈夫そうですね。大丈夫ですかね。それをじゃあ4輪やってください。はい。はい、後ろもパッドはありそうですね。はい。変わらず錆はひどいです。はいはい。サイドブレーキはキャリパーで引っ張るタイプですね、うんうんうん、はい、こっちもパッドは大丈夫そうです。大丈夫、うん、ちょっとあら硬っ、うん、手持ってない、ちょっと硬いな、
あとでいいですか。あ、硬いね、うん、はいはい、右に比べると、うん、なんか引きずってる可能性あるね、うん、ちょっと引きずってそう、はい、了解です、はい、はい、じゃあ前行ってみましょう。こっちもパッドは大丈夫、引きずりも大丈夫。じゃあそしたらそのまま上げて下回りから見れるところを、はい、見ましょうか。うお、うん、うお壊した壊した、これは無理だよねクリップはしょうがないです、ね、クリップはもう買わないとダメだね。おかげで見やすくなりました。見やすくなったね、うん、あ、ほら結構亀裂が、ブッシュがね、うん、ちょっとひびが入ってる、うん、こっちもスタビブッシュ、あとはあとは、うん、わー、もうちょっとひび、ひび前はこれぐらいですね、これぐらい、はい、うわ、マフラーのサビがやばい、へこんでるし、へこんでる、うん、へこんでますよ、ここ。あ、本当だね、お、本当だ、ぶつけたのかな、うん、オイルはちょっとここドレンありだね、うん、漏れてはなさそう、ミッションをこれは、うん、これはちょっと漏れてる。あ、いや、でも滴ってないからこれぐらいいいかな、うん、大丈夫、うん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 、あ、でもなんかこの辺、なんか漏れてるね、漏れてそうな気配がします、うんうん、どこから漏れてるの、上だね、上の方から、上の方からだね、漏れて、まあ、うん、後でまた上で取る、うん、ベルト亀裂、針損傷、ベルトも大丈夫そうかな、大丈夫そう、はーい、香水類振るそうだけどね、うん、振るそう、うん、でも漏れてはない、うんうん、はい、じゃあ下ろしましょうか、はい、じゃあ、はい、エンジンないけど一応ここ開けようか、ブレーキマスターとか、はい、そのあたり、はい、ブレーキマスター、やっぱオイルも出ないね、大丈夫だね、量も OK、 クラッチの量もちょっと足りないかな、うん、少ないかな、こっちから照らすと分かるかな、どう、どこが、あ、ちょっと少ないかな、ちょっと少ないね、うん、ブレーキオイル、ブレーキオイルは大丈夫だね、はい、あとじゃあ、まあオッシャーもちょっと足りないからは入れて、うん、で、スペアのエアー調整とかは省略します、はい、それ何、これこっちのやつ何、このチューブどこ行ってる、これは多分こっからオイル入れるんで、あ、エンジンオイル、はい、はいはい、でもね、下から見た感じね、タペットとかはね大丈夫そうだったんだよな、え、どこから漏れてるんだろう、いや、さっきのはね、さっきの部分だけど、あ、こっちは、うん、こっちはこっちで、いや、大丈夫そうですね、ね、うんうん、漏れてはない、漏れてはない、違う、これエンジンオイルだ、どうですか、今度エンジンオイルのこっから多分漏れてるんだ、あー、なるほど、うん、うん、伝ってるんだ、それが、それで下に行ってるんだ、多分ね、うーん、あ、あ、まあエンジン自体はじゃあ大丈夫だね、うんうん、これもオイルだ、これガソリンの多分ストレナーなのかな、あ、なるほど、うん、私はあんま見たことないね、なるほど、うんうんうん、ということでじゃあまあ一回プラグとかはもう、はい、今回はちょっと省略します、はい、で多分さっき話したと思うけど、うん、白煙結構出るから、うんうんうん、ね、ちょっと一回エンジンかこの状態でエンジンかけてもらって、はい、ちょっと軽く吹かしてみてくれる？わかりました。はい。私いいですか？あ、いいですよ。おお。はよはよ。あ。なんか。落ちてる。
止めてもらっていいですわ。じゃあまあ一旦ちょっとまあちょっといろいろ見てみましたけど、はい、どう今の煙やばいですね。あの私踏んでたから見てはないです、うん、もう出た瞬間煙くて臭くてねえやばい。なんだと思う。なんですかね。もういっぱいなんか水みたいに出てきましたね、うんうん、水はねそう結構水は出るんだけどね、うん、結構さなんかね白煙って書いてあったけどなんかちょっと黒っぽかったよね。そうなんだ。だからなんか濃いのかな燃料がとか、燃料が濃いとかっていうことは火がね、うん、弱いのか、うん、火が飛んでたとしたら今度ガソリンとのその、うん、ね比率がどうなのかっていうところを、追求していったらいいかなと。そうですね。それでダメだったら一回まあ圧縮、うん、まあ圧縮も見てもいいと思う、うん、勉強のためにね。圧縮、うん、あんまりあれだけど、うん、まあそんなところからですかね。はい、はい、プラスあと、ちょっとさっき拾ったオイル漏れ、うん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 、なんか多分この上のそうですね、ね、オイル入れるところからなんか垂れてる感じな、うん、こぼれちゃった感じで、ストレーナーなのかな、ここのガソリンの、ラインのところにもちょっとオイルっぽくなってるけど、うん、ガソリン臭くはないのでガソリン漏れはないと思います、うん、はい、はい、といったところから点検していこうと思います。はい、はい、分かりました。はい、はい、とりあえずね、下回り見終わったんでこれから内装と外装をちょっとチェックしていきたいと思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。見ていきましょう。はい、じゃあ外装から、はい、うん、大丈夫ですか。レンズ周りとかレンズ周りガラス周り、うん、ガラス周りとか平気ですか。ガラス周りは大丈夫そうです。これがダメですね5年過ぎてるな。過ぎてると剥がさないとダメ。はい、これはダメ。保安基準不適合です。不適合、はい、でワイパーとかは、ワイパー出します。ウォッシャーとか、うん、そうだね、うん、出そうか。あとライト周りも見ようか。そうですね、はい、あとじゃあ外周見てもらって、ね、傷とかなんかそういうの見てもらって、うん、なければライト周りのチェックしましょうか。はい、ちょこちょこと塗装のハゲが、うん、そうですね、塗装が結構ハゲてるのと、はい、ね、後ろもちょっとハゲてるのと、うん、だいぶ歪んでますよ、うんうん、ここだいぶ隙間ができてる。ウォッシャー、はい、ライト周り、ワイパーとか、じゃあライト周り見てもらっていいですか。見たことなかったっけ。あ、いいよ、じゃあ、はい、はい、これスモール、スモール、はいはい、うん、はいはいはい、フォグがあるかな。フォグ、あ、フォグがこっち切れてるわ。もう切れてる、うん、はい、オッケー。ワイパー、おっしゃか、ここの調あれが調整が悪いね。え、これどうやってやるの。うん、あ、こうか。開けはそんなでもない、ちょっと悪いぐらいですね。ちょっと悪いぐらいだね。はい、じゃあ後ろ行きます。はい、ブレーキ踏みっぱなしして、はいよ、はい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 、 OK です。ホーンピーって押して、ピーピー、 OK です。 OKオッケーですか。オッケーです。はい。じゃあ一応一通り悪いところは拾ったので、うん、あとちょっと、まあ、バッテリーの比重とかそういうのは見てないんですけど、うん、はい、またちょっとそれは別途で、はい、はい、エンジン周りはエンジン周りで見ていこうと思います。うん、じゃあ、はい、内装を見ますか。はい、内装。はい。そんなにちょっとこの辺剥げてたりとか、この辺もなんか。あ、ナビがついてたのかな。ナビね、オーディオがなんかついてたのかな、うん、これの跡と、まあ、シートもちょっと汚れてる、うんうん、この辺もでもそれぐらいかな。メーター周りのあのあれはセグメントチェックしてみようか。ちょっと跡つけてみて、セグメントオンにしてみて、全部ついてるね。うん、ついてる、うん、はい、
うん、まあ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 。スピードメーター？スピードメーター？本当だ、スピードメーターの針が全然違うところに見てる。あ、本当だ。ゼロが、とんでもないところにいる。これはダメですね。ブレちゃってる。もうそれぐらいかな。だからこれなんですね。なんだろう、もうメーターダメかな。うん、改ざんしたって書いてあった。うんうんうん。それぐらいかな。まあこの辺のハゲはしょうがないけど、結構ハゲちゃって。8000円とそれ車検通らなくないですか。明らかに絶対年代違う。ずっと交換してなさそうな感じ。まあでも、うん、ちょっとさ、アイドリングでエンジンかけてさ、エアコン効くか見てみて。オンになってる。オンになってます。エアコンスイッチさ、ちょっと一回切ってみる。もう一回。あ、コンプレッサー回ってないね。了解。はい。じゃあ一通り見ましたね。うん、はい。いろいろまあ楽しみだな。楽しみだな。はい、でちょっとトランクがね、コネクターをまずちょっとハイマウントのコネクター外したいんで、ちょっと持っててもらって、はい、俺外すわこれ。よいしょ、 OK OK。 はい、じゃあ僕が持ってるので、はいはい、ここ4つ遠右を外して、ここ4つ、うん、1、2、3、4。あ、了解です。はい、うん、1個はね緩めて、あと手で取れるようにしておいて、それは全部外しちゃってもいいから。あ、分かりました。はい、1個だけ、うん、じゃあこの子に手で回るぐらいまで、これで、うん、まあ、うん、あ、いいよそんぐらいで、はい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 、おお。でボルトそこにちょっと置いてあるから4つまとめてもらって、はい、これに外したボルトどんどんね、その部品につけていくと分かんなくなるんだけど、こんだけいっぱい外すとさ、分かんなくなっていっちゃうから、はい、でそれつけてなんかテープかなんかで貼っておいてもらえますか。はい、でじゃあちょっとホロをある程度この間ね外してるんで、もうだいぶ取れてるんですけど、これちょっとめくってもらっていいですか。はい、あ、これも分解なくて、うんうんうん、あ、それも取ってもらって、あ、これもじゃあ、はい、はい、今日はここまで取れればいいのかな。これもなんか取りたいな。うん、上か。あ、取れた。どうなってる？あ、なんか。ああ、そういうことか。はいはいはい、はい、じゃあこれは。じゃあそしたらそのリッドのネジ取った。あ、これ。これを取ってもらって。どう？おお。じゃあバンパー外す準備しますね。来た。まずクリップ。うん、そうだね。このクリップもうパキパキでしょ。ほら、もうこれ変え。あ、手で取れる。オーナーさん、クリップがもうクリップがパリパリです。クリップ意識使ってください。オーナーさん。よいしょ。はい、すごい。はい、じゃあ上のクリップ外しました。はい、ちょい、これかな。
できてんのかな、これできてない。いや、でもそこ多分外れたらもう外れる。こっちはもう全部多分外れる。あれ違うかな。はい、外れてる。おお、か、あ、それだけ。はいはい、すごいシート、全シート、まあ、全シートって2個だね。カーペット、カーペットってか、これまず外す。あれ、これすごいすごい。野菜とかコンプレッサーは入ってる。これ片付けとか。うん、はい、じゃあ出します。ちょっとね、カビ臭いからなんか雨漏れしてるかもしれない。じゃあシートベルトアンカーを外します。あ、いける、いける、いけそう、いけそうだけど、フィニッシャー外します。なんか、うん、あのほらそこにいっぱいなんかあるからコッパみたいなのがいい。もしかしたら12だと思う。多分無理じゃねえか。よし、じゃあサイドステップ周り外しますね。クラスドライバーだね。うん、ここの、ここを外していきます。あ、もう外れちゃってるんですね。取れた、はい、取れた。うん、ドアカバー、うん、あ、入った。じゃあバッテリー外します。一応怖いので囲っときます。ありがとうございます。万が一接触しても大丈夫なの。そうです、プラスも取っとくか。一応取っちゃいます。バッテリー取っちゃってもいいぐらいですか。そう、取った方がいいのか邪魔なのかわからないので、一応とりあえず、はい、とりあえず、あ、電気がよくいくように違う。アースがコンピューターはもう今の車だともう大体あのコンデンサーの液漏れしてるそうです。あ、そうなんですか、はい、あ、このビート、はい、へえ。エンジンの圧縮抜けと、はい、コンピューターのコンデンサー、これはもう品質トラブル。へえ。コンデンサー、そうだね、秋葉行ってコンデンサー買ってくるか。まあ、開けてみて、中本当に漏れてたらですね。そうですね、でもちょっと開けてみてもいいかもしれないですね。まあ、それもある。取れたー。取れた。
つれてってよし、とそうか来る。じゃあこっちも剥がしますよ。来たぞ来たぞ来たぞ。なんでよ。え、いいじゃんこんな同時で。うん、うん、俺なんか入り口が落ちてたね、3枚ぐらい。おー、で持ってじゃあ剥がしていきますか。レレレレはい、はい、出してもらっていいですか。はい、もらいます。意外と重い。じゃあ、左側も出しちゃいますね。よいしょ。右側も。シュー。サビが結構。下ろすにあたってエンジンと車体くっついてるところ、上のところを全部外していきたいと思います。小野さんはメカニック歴何年ぐらいですか。もう30年30年になりますかね。めちゃめちゃベテランのビートはもっと難しいかなと思ったんですけど、はい、思ったよりも実際見てみるとそんなでもないかな。こういうのは結構車によって難しさっていうのは変わるんですか。はい、変わりますね。 FF なんかの方がもっと多分面倒かもしれないです。結構ビートは整備性が悪いとインターネットでは言われる、うん、思ってたんですけど、とりあえずまずバキューム配管からいきますか。これはエンジンから負圧を取るためのコースですね。はい、でもあの古い車結構もう硬くなっちゃって熱で、はい、ボロボロになるやつが多いんですけど、この車思ったよりもホース類は傷んでないので、ね、これも不発の配管ですか。そうですね。ここは硬いですね。まあまあ硬いですね。やっぱゴムが縮んじゃうんですね。そうですね、硬くなっちゃう。バキューム関連のホースが少ない。やっぱもっといっぱいつながってる車とかもあるんですか。ありますね。ターボ車なんかもっといろんな配管がついてますね。次配線きますか。配線これも簡単で、はい、ここが集中コネクタになってるみたいで、エンジンにつながってる配線が全部そこに、ここで集約してるみたいですね。これももう車によって全然場所は違うということですね。そうですね、ホンダのエンジンを下ろしたことは自分はないのでこんな簡単なんだと思ったんですけどスバルなんかもこういう風に集中コネクターで一箇所でまとまってるので楽なんですけど、日産のあの古い R313233 とか、はい、スカイライン、あの辺はちゃんとこう一個一個こういうセンサーから、なるほど、外さないといけない、外さないといけなかったので、あれは大変でしたね。コネクターも結構古くなると硬くなって取りにくいのと、はい、これもやっぱり劣化ですか。劣化です。もともと防水コネクターなのでそんなに簡単には外れないようにはなってますけど、ちょっと一回スペーからコネクター全体を抜いちゃいましょう。こういう時はやっぱり無理しないそうですね、ゆっくり。この辺もやりやすいですね、意外に。このステーカーの、そうですそうです、こういうのってあんまり外すことを考えてないので、なるほど、後から修理するっていう想定はない。そうです。よし、取れました。取れましたね。で、ボディアース
年取ったんで横着をしてインパクトレンジ、インパクトですね、インパクトレンジで、もう一個この下にこれなんでしょうね、あ、多分オーツセンサーかなんか、多分切りそうだな、こういうのは創意工夫が必要です、うん、そうです、外れました、外れます、はい、ルーターに行くコードを箇所外します、でディストリビューターのセンターですね、イグニッションコイルからディストリビューターへとコードだけ取っちゃいます、これも最近は少なくなってきたデスビですねあんまり見なくなりましたね、今の車はもうあんまりついてないんですか、今は、ダイレクトインジェクションなのでここですね、ここにもコイルが直接刺さってる、そうです、そうです、で電配線でハーネスでくっついていると、うん、であとその点火は、前はこのディスビでコントロールしてましたけど、今はもうコンピューターで全部制御しちゃうのでダイレクトインジェクションに変わってます、でこれがシフトケーブルか、でこっちもシフトケーブルなんですね、シフト両方シフトケーブル、じゃあシフトケーブルの先端をこう、これが今割りピンで止まってるんで、これはマニュアルトランスミッションなの で、ね、ケーブルでつながってる感じですね、はい、ダメです、硬い、横着をしないようにしましょうね、はい、これは舐めると大変、そうですね、このぐらい緩む、やっぱり電動工具でも最終は手がいうことですね、そうですね、これ多分クラッチのレディーズシリンダーと一緒に取れると思うので、レディーズシリンダーというのはクラッチを押す油圧のピストンの部分ですね、はい、ペダルを踏むと油圧で圧がかかって動くと、クリップが取れない、配線のクリップがステーにくっついちゃってるんですね、で裏側についてるんで見えないので取りづらい、ここがコードが止められちゃってるんですね、これ多分、じゃあちょっと取り方変えましょうか、いやこれはステーごと取れなかったのでシフトケーブルを取るということですね、そうです、ステーからケーブルを、まあ、取り方はどちらでもいいんですが、結果取れれば OK、そうですね、これはもうこの鉄の板がはまってるだけ、はい、ね、バネになってるので、よいしょ、はい、取りました、はい、ケーブルが取れました、これがクラッチのレリーズシリンダー、見えますか、クラッチのレリーズシリンダーで、ここだいぶ濡れているので、まあ、オイル漏れの可能性があるので、またエンジンを下ろした後ここはよく見ることにしましょう、これが漏れてるとクラッチが切れなくなっちゃうかもしれないです、ね、そうですね、で今シフトケーブルを外したことでステーの裏側が見えるようになったので、うん、さっきの配線を取ります、よいしょ、これね、アクセルワイヤー、アクセルワイヤーですね、これも取り方いろいろあるんですが、はい、アクセルワイヤーも取れました、で燃料のパイプは一番最後にしましょう、危ないんで、はい、はい、あとクーラントのホースもあるんですけど、これもまだちょっと水を抜いてない、下から水を抜かないとなんで、これもちょっと保留にしときましょう、もう一本シフトケーブルですね、シフトケーブルが後ろ側から取ります、シフトケーブルは普通の車はだいたい2本、マニュアルは2本、マニュアルは2本必ずついてます、そうです、オートマの場合は何本ですか、オートマは1本ついてます、はい、これもちょっとやりづらいですね、これもね、
割りピンが見えなくて、まあ、割りピンはもう交換するんでやりづらいところはもう折っちゃいましょう。取れました。取れました。このシャフトのちっこい穴に割りピンが刺さってる。そうですね。これでステア取れました。よし、はい、これでシフトケーブル2本目が取れました。ここ狭いところで、オイルフィラーチューブって言えばいいですかね、オイルを入れるところのチューブがエンジンについてるんですけど、これとエアコンのベルト、ちょっと狭いので映像は外すとこの映像はちょっと撮れないです。錆びてただけなんだ。あ、抜けてきてます。はい、これでコンプレッサーは車体に押したい。次はどうしようかというと、よいしょ。ドランのために行け。嫌じゃ。絶対嫌じゃ。クーラント顔面にかけてもまあ大丈夫なんですか。まあ別にクーラントはね甘い。ただアルコールが入ってるだけっていう。エチレングリコール。エチレングリコールだ今は。すげえなんか泥色。いやすごいですね。サビがめちゃめちゃ回ってる。ちょっとアイコンを浴びてますが。うわ、腐ってね。腐ってる腐ってる。ホース配管の中が。うん。まあちょっとだね。おい、ちょっとこれはこのまましときましょう。あとはエビーズのステン。リーズのパイプのステーですね。ステーから取っちゃいましょうという。これはこれで OK。はい。はい。あ、マスキングがね。はい。2本まとめて。うん。とりあえず、かぶんないちょっといいな。よし、つまんで。あんまりいいかな。あ、何も出てこない。これヒーターホースだよね。うん、何も出てこない。カラッカラ。ミッションオイル抜きます。ドレーンはこれ。
を先に開けとけばスムーズにドレーンからオイルが抜けるので、ヒラを抜かずにやると空気が抜けないので変な出方をしちゃう。オイルは変えてあるっぽいから綺麗ですね。スターターとかに行くバッテリーのメインハーネスになると思って、で下からいろいろ外してもいいんですが、センサー類いろいろ外さなきゃいけないので、まあこれ外れるね。はい、ヒューズボックスの配線が外れました。さっきあのメインハーネスを外したのと同じように先にコネクターをステーから外してしまって、一箇所抜くと、でもう一箇所ボディに、クランプがついているので、これでハーネスは多分全部外れたと思います。このハーネスはエンジンと一緒に降りるはずなので固定をしておきましょう。でまたもう一回外すと思うので一回にしておきましょう。これフィラキャップ、トランスミッションのオイルフィラキャップ、これも仮締めにしておきましょう。後でオイル入れる。水を抜いてから外そうといったホース、これも硬いでしょうね。ホースはあんまり良くないかな。水が出るかな。ここ水が出ない。冷却水がそこはあんま入ってなかったかもしれないですね。ですか？リザーバー、タンクに入ってるホースを外す。ここを外してこのアーム。このアームを外すと、これも一緒にエンジンミッションと一緒に下ろしてしまおうと。キャリパーをまずブレーキホースを外して、キャリパーの大元を取れるので、フックでショックに引っ掛けて、で次にアーム、ここね、こっちのアーム、これを外さないとここがすんなり降りてくれないので、軽く緩めておきます。であとショックとナックルの付け根を緩めます。はい、外れました。はい、これでナックル、ブレーキ、ローターごとこの後ろのエンジンと一緒に下ろせると思います。
じゃあまずミッションのマウント外しちゃいますね。ミッションのマウントは2箇所。最後が取れないですね。抜けない。抜けない。結構長い。はい、外れました。次はエンジンマウント外しますね。サイドのエンジンマウントですね。これも2本止まってます。すごく長いエクステンションです。そうですね。よいしょ。はい、2箇所外れました、はい、であとはミッションのマウントの上下、後ろ前ですね。それの後ろを緩めるだけにします。はい、緩めるだけ、緩めました。メンバーと車体を接続しているボルトですね。はい。とりあえず1本は外しましょう。4箇所ついてるんで、あ、仮止めにしときましょうか。ここはもうあとここで、エンジンか。外したら降りて。そうですそうです。よいしょ。はい。まあ、動けました、ね。うん。ーがしたりとか。そうですね。さあこれであとは降りるはず。一応エンジンを下ろす前段階まで見てます。この板の上にエンジンを乗せて車を上げて下ろすという方法をしていきたいと思います。で、一番まあちょっと安全を考えて一番最後に取ろうと思っていた燃料ホース、これをもう外しちゃいます。でこれまた面白いんですよね。キャップ、キャップ型なんのナットになってるという。絶対に漏れないように。そうですかね。でちょっとさっき一回外したので本当はワッシャーが一個ついてるんですけど、それは今取れてる状態です。あとこれですね、リターンチューブ、こっちがもうほぼ外れてるので、はい、これで車、車体とエンジン、ミッション取るものは全部取ってあるはずです。もしかしたらまあ下ろすときに少しずつゆっくり下ろして確認をしながら行くので、まあ、忘れ物があったときはそのときに外せます。あとはこの前と後ろのマウントで今仮でエンジンミッションがついている状態なので、それを外します。軽く緩めてあるんで、もうすぐ外れると思います。ちょっとまだ仮で少しつけときますね、はい、あと最後前側のマウントを外します。はい、これで、はい、エンジンと、はい、外れた車体は外れているはずです。じゃあ上げていきます。エンジンが取り残されてますね。来た来た、あ、いいよ、はい、
はい、ちょっと一回全部外れてるかどうか。大丈夫。うん。ここがハイライト。抑えらんね。あとは全部取れてるのかな。見ながらだね。うん。こっちはないか。もうちょい。はい、こっち限界。あ、余裕だ。たださ、バックフリーでもバリバリだな。はい、下ろしました。ついにエンジンが降りました。はい、こんな感じです。じゃあまずインテック系ですね。インテックマニホールドまで、外していこうと思います。邪魔なのは、ホース類ですね。あとハーネス類、エアクリーナーのケースを外して、もうスロットルボディと、マニホールド一緒に外していこうと思います。よいしょ。ハーネス、辺のコネクターも全部取っていきます。ハーネスはまあ前回ここのね集中コネクターで簡単に取れたんですけども、エンジンについてるセンサーとかそういったところについてるコネクターが細かくあるので、ただまあエンジン降りてるんでだいぶやりやすい。でインジェクターを外していきたいんですが、ここをどう外すかな。なんでしょうね、年数経ってる割にはこのコネクターとかも外しやすいというか。比較的綺麗ですかこの車は。はい、だいぶホース類も多分1回やってるんだろうなと思って、一回その交換している。そうですね。じゃあこのカバーですね。次はね、これがインジェクターにつながってるですね。はい、そうです。ここから外したいんですけど、これなかなか外すのちょっと厄介で、これは普通のカプラーではないんですか。ね、そうですね。この字の何でしょう、クリップみたいなのがあって、それがこうはまってるだけなんですけど、これをね外すときによくこれコネクターの方を割ってしまうので。なるほど。ちょっとこれ後にしたいのでこれごと取っちゃいましょう。はいっすね。これはもうインジェクター本体ごと取っちゃうみたいな感じですね。そうですね、まあ、これがこれでインジェクターを挟んでるだけなので、よいしょ、ここについてました。これが電圧レギュレーターですかね。インジェクター本体は本当に挟まってるだけですね。うん、挟まってるだけです。これは大体どの車もこんな感じですか。そうですね、あの一昔前っていうんですかね、ダイレクトインジェクションのやつは、ボルトでしっかりこう、うん、ダイレクトインジェクションだと大体このヘッドの中にインジェクターがあるんで、昔のやつはもう普通にこうやって挟まってるだけなんですね。やはり燃料があんまり良くなかったのと、あの白煙が出てるっていうのもあって、うん、もうこの辺が真っ黒ですね。ちょっと少しパイプに燃料が残ってるので蓋をしときましょう。
しようかな。もうこれごとごっそり外しちゃいましょうか。その方がもうインテークマニホールドごと、はい、簡単そうなので。本当は水が通るんですけどね、なぜかカラカラ、ね、カラカラだしサビサビですよね。これがマニホールドのステーの下側ですね。とりあえず上側だけ取れればマニホールドは取れるので、下は仮止めにしときます。で、インテークマニホールドの取り付け、6箇所多分これで、あ、おお、意外とスッと取れるんですね、はい、そうですね。ちょっとガスケットが、はい、そうですね、ガスケット貼り付いてて紙なので、まあ、昔のタイプ紙が多いので、まあ取るときどうしても切れちゃう、うん、あとはまあもうちょっとここですね。ここがスロットルボディで、ビートの場合だと3連スロットルがすごいですね。かっこいい3連スロットル、これはねなかなか珍しいですよね、うん、市販車だとほとんどないですね、ないこのタイプは。あん、うん、ないですよね。よくなんか昔 の、 あの、はい、カスタムとかだと、はいはい、4連スロットルとか、そうですね、キャブ車だったとかなんかは多いんですけど、はい、インテーク系が全部取れたので、あと、エンジンハンガーに乗っけるときに壊すと悪いので、ディストリビューターですね、これも取っていきましょう。今回はこうある程度は整備書をこう予習してきてるんですか、はい、本当に一部分だけですけど、はい、あとはやっぱりメカニックをこうやってる経験で、だいたいこの辺がっていうのは、そうですね、もうほぼほぼで基本構造は変わらなくて、そのついてる形とか、うん、そういうのが違うだけなので、さてこれで取れるのかな。はい、取れましたね。カムシャフトからギアがあって、ここの中にこう、ディスビを回すカムがあるんですけど、下側にギアが見えます ね、 ね、だいたい普通の車はこう横からディスビがあるイメージがありますけど、はい、この車は縦なんですね。そうですね、あの横から入るメーカーの車もありますけど、横から入れると、まあ、ギアはね当然こう簡単なんですけど、うん、あのキャップがねこう横になっちゃうので雨が、あ、まあ、一応防水にはなってるんですけど、そういう水が入りやすいから縦なのかなっていうのは想像ですけど、はい、昔某メーカーでその横についてる車、はい、あの、まあ、出身雪国なんで雪走るとちょうどその下にマフラーがいて、はい、マフラーに雪がついて、それが溶けて水蒸気でちょうどディスビ、それもあるんですね、はい、なのでそのディスビの中が水に使っちゃう感じで、はい、点火系がなるほどダメになって、プラグがもうすぐかぶって走らない、エンジンかからない、あ、もうそんなレベルまでいっちゃうんですね、はい、なのでしょっちゅう呼ばれて直し雪の中、はい、で今はオルタネーターですね、はい、これオルタネーターを配線ですね。配線はどっちかというとミッション側に残したいので、まあ、ここもやっぱり水がかかると良くないんで、防水がしっかりしてるので硬いですよ、はい、ちゃんとこうオーリングでゴムパッキンが、ね、そうですね、はい、エンジンとミッションの取り付けを、あの接続を外したいと思うんですけれども、
エンジンのこの下側も外していかないといけないので少しエンジンを浮かそうと思います。スターターモーターを取りましょう。忘れました。そうですね、このホースがラジエーターホースですね、これが、エンジン側についているのでこのステーも邪魔になるので取りましょう。カバーがもうカチカチでこいつは結構やばいのでもうここは硬くなっちゃっててカバーがダメですね、もうボロボロになっちゃって。プラスドライバー、オイルプレッシャースイッチの配線の取り付けはボルトで止まってるので、これをはい外しました。で、オイルプレッシャースイッチのハーネスが外れて、あとウォーターパレッチャーセンサー、水温センサー、はい、これで配線が外れました。じゃあ、ミッションとエンジンの取り付け、下側をまず外しちゃいましょうか。それでまあ外れてますが、フィルターが邪魔してボルトが取れないのでこのまま行きましょう。じゃああと上が 1,2,3,4 多分4本外せばエンジンとミッションが離れると思います。ここはちょっとさっき外してあったので、それからはい、あとここ1本でいけると思うんですが、一応ちょっと確認をしますね。これが取れてなかったですね。ヒーターホース、はい、これで全部取れていると思います。じゃここも外しちゃいます。これでエンジンとミッションは全部離れたと思います。これから、分離したいと思います。これでエンジンが単体になりました。ということで取り外したブレーキがあるので、はい、これをね、オーバーホール、おじと一緒にやっていきたいと思います、はい、やったことあります？これこれはないですね。とこの方のさ、ブレーキパッドの、はい、それはあります。あるでしょ、はい。でこれをどん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 、緩めていって、うんうん、出して外すっていう感じでやっていきます、はい、普通のだと多分こう押すだけで、うん、そう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 、引っ込むと思うんですけど、
このタイプのやつはねじ込みですよね。じゃあ緩めていきましょうか、はい、硬そうだな。固着してたんだからそれは硬いよね。そうですよね、そりゃそうですよ。どっちでしたっけ、固着してたのね。あれどっちかだけでしたっけ、助手席側だった気が。そんな気がする。どっちだったかな、助手席側だった気が。覚えてないんだよ同じペンで、うん、ない1個しかないのでその間いや全然回らない。回らないですよね。それなんかそこじゃあれかな、なんかあじゃあ力が入る、力入るんでしょ。はいはいよ、強力、うん、これは協力した方がいい。万力とかに挟んでやった方がいい。確かに。あーでもちょっと待って硬い。なんかこれでいけそう。あ、いけたいけた。お、いけた。一回緩んじゃえば。おお、来た来た。来た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 。あ。ここが引っかかっちゃう。あ、今度当たっちゃうか。じゃあラジペンで。はい。結局のラジペン。硬いな。硬い。来た来た。なんか取れそうだけど。おお、取れる。うん、あとあのこれであれです。ブーツで繋がってるだけです。うんうん。おお、はい、取れた。あ、ちょっとなんか汚い液が入ってるんで、それをちょっとどっかに廃油で。廃油で。はい。見える。本当だ、液体が入ってる。うん。オッケー。うわー。汚い。確かにここすごいね。うん。サビサビ。サビ。一周そんな感じ。うわーすごい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 。これはすごい。そりゃ固着しちゃうわ。固着するわ。それ固着するわ。うん、あもう取れるか。あでもこっちはまだそんなでもない。ええ、うん、こっちはそうでもないです。よかった、楽な方で。当たりでした、ね。当たりだった。比べてみよう。うん、全然違う、うん。ちょっと錆がひどいので、これで。はい、磨いてみてください。錆を磨きたいと思います。ちょっと。どう？取れる？なんかおすすめっていうことで持ってきたらしいんですけど、しぶといな。しぶとい。なかなかペーパー当てた方が早い、もしかしてね。もしペーパー当てた方が早いかもね。取れてきてはいる若干。あーちょっとダメだね、時間かかるな。そしたらペーパーかけ、ペーパーか、ブラシじゃ取れないのでヤスリで磨きます。すごいね、こびりついてる。うわー本当だ。シーワッシャーでも入ってたっけと思ってみす。ただ単にこすこびりついてるだけ。あこれはひでえな、なかなか落ちない。本当だね、これはひどいね。あ、やばい、手出しちゃった。今日はやらないつもりだったんだけど。おじえもお願いします。すごいな、すごい。しぶといですね。しぶといですね。そこそこ荒いですけどね。あ
とりあえずこっちもブーツだけ、ブーツ取っちゃって、もう切れちゃってもいいから、全然取れない、サビでくっついちゃってる、くっついちゃってんの。こんな取れないことある？うん、あのね、ラジペンで引っ張っちゃってもいいよ、多分。こびりついてるだけだから、うん、すっごいこびりついてるすごいな、そんなに取れないんですよ。本当、じゃあうまくほじりますか。あ、本当だ。うわ、すごいね。すごいですね。あんまりこじっちゃうと傷になっちゃうからな。これはすごいわ。あー、ダメだ、切れちゃう。これはいかん。これはいかん。なんか何日かつけとかないといけないレベルだね。来た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 。さすが。こんな、すごい、すごいね。うわ、こんな、そんなことあるって感じ。いや本当にこれどう磨こうか、ここ、なかなかここまでは見たことない、うん、どうしようか。とりあえずゴム取ろうか、この奥。ここも硬そう。あ、それもない。うわ、うわ、内側のうわ、サビだらけ。うわ、うわ、うわ次はですね、あ、これじゃ大きいかな。あ、全然届かない。全然届かないでしょあ、こっちいけるかな。おう、でもこれ違う、逆だ。逆だもんね。絞ってだもんね。うん。あー、全然ダメ。うん。どうしよう。変換文字もスナップリングが取れないんだ。そうなんです。そうです。工具が入らない問題。全然届かんもんな。笑っちゃうぐらい届かんもん。いや、そうですね。いや、ダメだな、これ。取るのも厳しい気がする。どうすっかな、これ。ああ、いますよね、穴開いて。はいはいはい、はい、絶対無理です。うん、無理っすねなぜそうなってしまったのか、ご説明をいただければ。はい、謝罪動画みたいなはい、ということで作業してたんですけど中断しました。理由の一つとしてちょっとサビがひどすぎたっていうのと、この奥にあのスナップリングがいるんですけど、あの工具がなくて、これを取れ あるんだけど、ちょっと工具が、ね、そう入らなくて、うん、できなかったので中断しました、はい、一旦中断してちょっとサビが本当ひどいので、うん、リューターとかでちょっと磨くか、ね、なんか考えます、はい、で、Cリング外す奥まで届く、うん、
シーリング外しをちょっとちゃんと用意して、再チャレンジしようかなと思います。はい、すみません、はい、準備不足でした。では取り付けをしていきます。スタンドのアタッチメントをエンジンに取り付けるときに一応ねクランクシャフトあたりに、まあ、センターを持ってくるとちょうどいいかな。なるべくバランスの取れるような位置に固定するのが一応コツかなと思います。この吊るしているブラケットは今回は後からつけたブラケットですか？はい、これは吊る場所がこっち側はオルタネーターのステーに取り付ける場所があるんですけども、反対側はなかったのでこれをで、ミッションも一緒だったらミッションにフックがあるのでそれを使えるんですけども、エンジンだけになると何かしらこういうふうにフックになるようなものをつけてあげないといけなくなります。はい、入りましたね。はい、次はエキゾースマニホールド外していきましょう。でカバーを外さないと、取り付けボルトにアクセスしづらいのでボルトを外すんですが、これが結構折れやすい、一番折れやすいのはこの排気系のボルトです。当然熱を持ってその後冷却されてそれの繰り返しなのでボルトが結構傷みやすいっていうんですかね。もう折れるか折れないかはもう、ですか。あと方法はいろいろあるんですけれども、まあポピュラーなのは温めて緩めるのが一番いいですね。ちょっと膨張するそうですね。よかったです、無事。そうですね、これはダメだな。これはネジがもう錆びて変形してきてるのでまずいです。ネジ山が多分舐めてしまってる。そうですね、もうボロボロですね。これはちょっと困りましたね。12のボルトなんですけども頭が、それでもうだいぶ痩せてしまって12の工具が入らないと。やれるかどうかはちょっと分かんないんですけども、1個ちっちゃいサイズ、これ11です。11そのまんまじゃ入らないんですけれども、裏技的なやり方にはなりますが、11を無理やり入れてこれで緩まるかやってみましょう。おお、緩みましたね。やりました。結構整備士はこういうのが対応できる、はい、ことが必要になってくる、ね、その通りですね。まあ、もしできなかったらできないじゃなくて、まあ、それをどうするか、まあ、結局は外さないといけないのでなんとかしなきゃいけないので、今回はラッキー。ああ、じゃあどんどん外していきますね。はい、これでカバーが外れました。はい、ではステーですね、ブロック側の取り付けを取ろうと思います。触媒側はやはり錆びてるのでちょっとさっき取ろうと思ったんですけど取れそうになかったので、はい、抜けました。錆びがだいぶ錆びがすごいですね。これね、アジエーターのホースはなんででしょうね、こう張り付いちゃうんですよね。おなのでこう剥がしながら取ってあげる。そうですね。で、このエキゾースマニホールドの下側のカバーも邪魔になるので外しちゃいましょう。ここもやっぱり結構来てますね。この排気系はもうサビとの戦いが。そうですね。雪国の車とかだともっとすごいですか。そうですね。雪国とあと沿岸地域で使ってる車。沿外で。そうですね、もう本当にサビとの戦いですよね。
い、これでエキゾーストマニホールドと触媒まで全て外れました。では次オルタネーター、実際ベルトをこう交換するとき、車体についてねベルトを交換するときもこの2箇所を緩めて、ここを緩めていくとベルトがどんどん緩んでいきますと。今動いたのが分かります、ね、そうですね、貼るときはこれをどんどん締め込んでいくと、これがこの長穴の分だけ動いていくんでベルトが貼れると。はい、これでベルトが外れました。で、前回エアコンのコンプレッサーを外してベルトがついてたんですけど、これを取らないとこれも取れなかったので、ひとまずつけっぱなしにしてたんですけども、これで両方外れました。ホンダの車、昔からいじりづらいいじりづらいって私も聞いたことあります、はい、あのそういう話が出てますけど、実際やってみると思ったよりもそうではないかな。はい、これでオルタネーターとエアコンブラケットが取れました。じゃあ次はタイミングベルト取っていきたいと思います。カバーを取る前にこれですね、クランクプーリーと呼ばれるもの、これを取ろうと思います。これはクランクシャフトに取り付いているボルトです。で、クランクシャフトってそのまんまクラッチにも一緒についているので、クラッチ側フライホイールがついてたところ、これまあ周り止め、クランクがクランクプーリーのボルトを回そうと思うとクランクシャフトもあるので、それをこの後ろ側で回らないように止めようと。じゃあこれで緩み止めしてあるんで、これで緩めちゃいましょう。激方ですね。はい、緩みましたね。プラスチックハンマーで叩いて取ってあげると。はい、これで取れました。あ、少し錆びてますね。じゃあ外していくんですけれども、これがタイミングベルトのテンショナーになるので、このバネでこのプーリーをベルトが張る方向にバネで引っ張るというような仕組みになってますけども、ベルトが一番緩む方向で仮止めにするとベルトが緩むので、はい、これでタイミングベルトが外れました。ベルト自体はそんなに悪くはないです。これはタイミングベルトはこのまま使えそう？まあ使えなくはないと思いますけど、せっかくバラしたので、そうっすね、使えた方がせっかくならと思います。はい、では、次はシリンダーヘッドまで全部取ってしまいましょう。はい、取れました。どこがいいかな、これ、あ、取れましたね。はい、ヘッドカバー取れました。思ったよりも汚れてないですよね。そうですね、このままシリンダーヘッドの取り付けボルトを外せばシリンダーヘッドはそのまま取れてくると思うので、はい、ではこれでシリンダーヘッドの取り付けボルトを外したんで外れると思います。簡単でしたね。あ、バルブが欠けてます。これはもう使えないですね。これダメですね。バル
かけるっていうのはどういう時に起きるんですか？ここ見るとこれもなんか金属片が溶けたような跡だと思うんですよ。でこれって異常燃焼を起こすと高熱になって金属が溶けちゃうので、異常燃焼を起こしてたと。でなんで異常燃焼を起こしてたかって推定すると燃料タンクで詰まって燃料の含量が安定しないので燃焼状態が悪くなって、燃焼が高温になってバルブが溶けてる。でこれ多分全部がなんとなくちょっと変な焼け方してるので、これはすごいですね。そうですね、 なんか一箇所だけこういう風になってるっていうんだったらこの気筒だけ燃焼状態が悪いってことなんですけど、全部の気筒が同じようになってるのでタンクからそもそも燃料の供給がおかしくって、ちゃんと3本ともしっかり吹けてなくって異常燃焼を起こして高温になってる。でちなみにこれシリン、あ、ピストンが3つ見えるんですけど、この隙間ここに水が通るんですけど、よく見るとすごい汚いの分かります？茶色いのが見えます、はい、そうですね。だいぶ水も冷却水もいい状態ではなかったと。もしかしたらこの辺が水系の原因の可能性もある、うん、そうですね。次はオイルパンを外したいと思います。なのでエンジンを回転させます。アルミのオイルパンを使ってます。結構アルミは弱いのであんまり無理してこう外していくと簡単にネジ山がダメになったりするので、ちょっと慎重に外していきたいと思います。はい、外れました。思ったよりも綺麗ですね。本当にこのエンジンは異常燃焼さえなければ大丈夫だったかもしれない、はい、そうですね。なので主原因はやはり燃料ポンプ冷却水に原因があったんじゃないかなと。まずそしたらストレーナーを外してこのカバーですね、このカバーを外すとクランクシャフト、とコンロットピストンのコンロットが見えるようになると思うのでそこも外していきます。外してこれコンロットを外すのにクランクのキャップを先に外してから外さないとできないような仕組みになってるような気がします。ちょっと珍しい。そうですね、あんまり見たことがない構造でした。クランクのキャップなのでしっかりまあ精度が出てると思うのでゆっくり取ってきましょう。はい、取れました。でクランクシャフトがあってクランクシャフトを、抑えるためのクランクのキャップになると思うんですが、こうやって一体型になってるのってあんまり自分見たことなくて、だいたい一個一個こうついてるパターンが多いんですけど、そうですね、そんなイメージはあります、ね、はい。で、メタルクランクのメタルちょっとなんとなく嫌な肩当たりしてるとこはありますけど、まあでもひどいというレベルではないと思います。ピストンを外していきましょうか。ピストンとコンロットは、どの軌道についていたのかが結構重要になってくるので一応マーキングを打っておきます。はい、1番のピストンが抜けました。
で、コンロットのメタルです。ここも先ほどのクランクのメタルと同じで摩耗していると音が出るんですけども、少し当たりは変なとこあるんですけれども、まあ、異常なほどではないと、オイル上がりというふうな言葉で言われるんですけれども、オイル上がりっていうのはエンジンの下側からシリンダーの中にオイルが入ることをオイル上がりと言います。それの原因の一つになるのがこのピストンリング、上から2つがピストンリングで、一番下、こう波打ってるリング、これがオイルリングというものになってます。このオイルリングでオイルは上に行かないようにしている、あとピストンリングで、圧力が逃げないようにしていると、まあ、この3つで圧力が下へ行かない、オイルが上に行かないというような、何でしょう、そういう役目を持ってるんですけども、見た限りでいくと問題は一番は大丈夫そうです。これもやっぱり摩耗してるとこを見て分かる、そうですね、摩耗というか割れてる、折れている、うん、あー、なるほど、というのが結構多いですね。もう折れてればもう一発でオイルが上がるのでとか、まあ、圧縮が漏れちゃうので白煙は結構出やすくなります。ピストンリングもとりあえず大丈夫そう。ピストンも OK ですね。はい、これで3つ取れました。メタルも変えないとだよな、きっとな。クランクシャフトまで外していきましょうか。リアのクランクケース、これも外れました。でクランクシャフトが外れました。傷もさほどついてないですし、摩耗もないので大丈夫だと思います。クランクシャフトのメタル、これも、まあ、当たりはありますけど傷とかはないので、焼き付きもないので、まあ使ってるからこんなの状況なのかなというところになります。シリンダーヘッドで白煙を出る原因はオイル上がりとオイル下がりって一番最初に話したんですけど、でオイル下がりっていうのは今度シリンダーヘッド側から、燃焼室へオイルが入った時に白煙を起こすと、このバルブのちょうどこのスプリングの中に、ここにもシールがあります。ステムシールというシール、ここがちゃんとシールが、良好じゃないと、そこからもオイルがこう入っていってシリンダー内にオイルが垂れていって、そのオイルが燃えて白煙になるということも考えられるので、今回はステムシールの交換もしようと思います。まあどっちみちバルブがダメなのでバルブ交換するので、ついでに、そうですね、一緒にもうせざるを得ない状況になってます。パテが入ってますね、結構上からパテでも盛られてる感じ、盛られてる、盛られてるだけなんかウレタンフォームみたいなの入ってますね。それで開いた穴を埋めたみたいな感じ、埋めて埋めて、さらにパテを持って、こんな感じで多分これ全部穴です。おそらくこの内部にこれ全部突っ込んである感じですよね。本当はこの下に穴がちょっとあったのを上から発泡剤でこう蓋をして、蓋をして充填して、で上からパテで持って塗装されてたみたいな。そうですね、まあ、基本的にはこういう修理で、それは やりません。あ、じゃあこれはあんまりいい修理ではないっていうことなんですね。まあその場しのぎですよね。昔ウレタンスポンジを入れてボディを強化するとかっていう、はい、聞いたことあります。なんかありますよね。はい、おそらくそれだと思いますよ、ね。ああ、これでそのサイドシルをウレタンで埋めてみたいな。うん、そう。まあ、これでも結構水が抜けなくて
後々トラブルになるみたいな。なるみたいな。また新たなスポンジが出てきたんですけど。はい。なんか子供が生まれたんだよ。これは最初から新車の時に入ってる防音のスポンジですね。あ、そうなんですね。これがパネルの隙間に挿入されて最初から痛いです。だいぶ取れましたけど、結構このウレタンが充填されてて、もう一枚奥のパネルの中にも入り込んでるんで、これはもうしょうがないんで、ちょっと取りきれない、うん、取りきれない部分はもうあえて対応しないと。このウレタンを詰めるっていうチューニング方法はこう板金の方からするとどうなんですか、おすすめ。うーん、ごめんなさい、意味ないと思います。でこれ今見てもらってると赤いサビ、このサビって進行がもう早いんで、赤いサビの色、これでどんどんこう弾くっていくと穴がどんどん大きくなってって、で今もうこれ土に半分返ってますけど、もう完全に生きてる部分まで削り込んでって、そこまで全部切開してって、であとは新たな、強度のあるパネルを貼り合わせていくしかないと思うんですよ。今の車であればリペアパーツが新品で出るんですけど、もう生産が終わってる車両に関しては何とかするしかない、鉄板を切った貼ったで対処していくしか方法はないのかなという。あとちなみに、前の方も結構こうサビで下から塗装として膨らんでますね。赤サビが結構ありますけど、これが塗装を押し上げてポコっとしてますけど、これまたしつこくやってると穴開きます。もうすでに穴が開いてます。ちなみに今更なんですが、はい、このハンマーはこういう板金用の、これは、板金ハンマーの一つなんですけど、まあ、用途としては、これは鳴らしハンマーと、まあ、形容になってるみたいですけども、鳴らしと絞りと、なんていうんだろうな、鉄板の伸びをなるべく伸ばさないように叩くような用途があるんですよね。でこれは先端尖ってるんで、まあ、用途としては絞りハンマー、絞りハンマーっていうのは飛び出た鉄板の高さをこう沈めるために使ったりとか、で普通の鉄板をパンパン叩くようなハンマーではないので、用途としては、硬いものを叩いたりするとハンマー自体がいかれるので。ああ、なるほど、全く普通のハンマーとは違います、用途は。ちょっとサンダーで削ってみますね。はい、こんな感じでうっすら穴は開いてるんですよね。で結果的にはこれもおそらくこの状態で溶接して穴を埋めようとすると、この周りが多分進行してるんです、サビが。裏側の方で。そうすると、もう鉄板自体が薄くなっていて、その状態で溶接をしますと、結構馴染む前に溶け落ちちゃうんですよ。穴がじゃあこう広がっちゃうみたいな。穴がボン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 広がっていっちゃう。そういう状態になるんです。それがおそらく大きな穴に変化しちゃうっていう。なのでまあここも1枚鉄板を貼るとか、なんかこう成形1枚もので刺して貼り付けて溶接とか、そういう感じになると思いますね。はい、下の方を見てみます。まあこの辺は割と優等生ですね。そんなでもないですか。まあでも多分裏側の進行は激しいと思いますけど、なのでまあ全体的に多分中の方でサビが出てる、けども表に出てこないっていうのは、このチッピングって保護剤を
ここで一旦塗ってあるわけですよ。この段差になってる。そう、段差になってると、ここはあの石跳ね防止とか塗装を守る施工がされてるんですけど、そのおかげで表の損傷があんまり少ない。そんなに進行してない。そういう感じです。パネル全部の損傷があるっていうわけじゃなくて、まあ、部分部分、広範囲にわたって穴が開いてきてるという状況なので、修理の仕方としては部分部分の鉄板を継ぎ足しの修理になっていくかと思います。これひどい車だとやっぱりもうその全面ダメになっちゃってる車とかもある。あ、全然あります。じゃあもうその場合は本当にこのクォーターパネルごと。そうですね、まあ、さっきも言ったように、新品パネルがあれば一番いいんですけど、多分旧車クラスになってくるともう部品がないので、そこは鉄板を当てながら同じような R に板金してって、でこの半分を取り替える、うん、そういう仕事になってきますね。バンパーの付け根ですね、はい、これを見るからにボコボコになってます、うんうん、結構スッカーから来てますね。取れちゃった。ああ、指でコロコロ取れる感じ。これもだから部分修理になりますよね。もうじゃあこう鉄板を当てて、うん、鉄板を当てるだけでいけるか。表のこのパネルのこの形状、ここにバンパーの取り付けの穴があるんで、これを生かすような感じで鉄板を張って埋めていくという作業になります。ちょっと裏側の方も怪しそう。はい、裏側思いっきり怪しいですね。残念でした。裏側は大変、もう板がないです。本来はこういうの防塵マスクをしてやるんですけど今ないもんで、ちょっと我慢してみてます。ちゃんと健康上マスクしてください。全部縦でした。この穴開いたところに全部ウレタンを入れて、その上からパテを塗ってあります。ここも全部鉄板を這わせて、ちょっと肉厚の厚い方ですね、ボディの外反じゃなくて内反の、1ミリぐらいの肉厚の鉄板を裏に這わせると、そういう作業になりますね。こっちは分かりますか、はい、これ右側はまだ、右側もう結構茶色くなってるじゃないですか、赤くなってるっていうか、はい、あれも多分やっぱ削っていくと穴開いちゃうと思うんですよ。こっちも一回錆を落として、そうですね、左右同じ作業になると思いますね。いきます。ペーパー変えます。すぐにダメになっちゃうやっぱ錆が。あ、これはこうやっぱ錆びてるとペーパーの持ち悪くなるんですか。ペーパーはみんな八つ裂きにしてっちゃうんで。いいんだよ、内壁にね。いっぱい発泡剤が入ってるから後々邪魔なんで、燃えちゃったりすると面倒くさいから、なるべく取る、うん、なるべく取っちゃってください。のウレタンとの格闘が一番時間かかってますね。これもう本当嫌なんですけど、だいぶ取れたね。でもね、だいぶ綺麗になりましたね。もう、うん、ちょっとちょっとこれ、これで綺麗にすれば、長いノーズいいですね、これ。邪魔者いなくなったんじゃないですか、これ。これだけのウレタンが。ああ、いなくなったね。
ざっとまあこんな感じです。はい、あのエアソーで切っちゃいます。ベルトサンダーでは手に負えない。ベルトサンダーでは気が遠くなります。結構穴が上の方まで開いちゃってるので、これベルトサンダーで切ってると時間が経っちゃうので、新しいちょっと工具で、エアソーと言います。これはストレートさんの製品で、ちょっとこれ使ってみて、思いっきりカットしていきます。ちょっとあんまり取りすぎちゃうと今度物がついてた原型が分かんなくなってくるので、後で加工が大変になる、うん、こういう、まあ、ガイド的なものは残しておいて、こんな延長状に形があるっていうことを考えながらやらないと分かんなくなっちゃいます。ちょっとまあ錆取りのついでにちょっと形状がおかしいので、これだけちょっと直しちゃいます。ジャッキアップポイント、ね、これ結構折れちゃってるので、これがねこんなんで戻っちゃうんじゃないかと。はいはい、すごい折れちゃってたんですね、はい、これが。はい、通常こんなあの門機で直せるようじゃダメなんですよ。潰れちゃいますもんね、車の重さで。もうこれは腐食が進んでいて。そうですね、これはもうね、この腐食によって、ほぼ2枚合わせの鉄板が1枚になっちゃってるような感じですね。本来はここはジャッキをかけるために鉄板が2枚になって、うん、丈夫になってないとダメなんですが、はい、ここも結構鉄板が、これスポットで止まってる跡だけなんですよ。もうなくなっちゃってる、なくなっちゃってるんで、本来は、ここ1枚2枚アウターの3枚でここは合わさってるんですけど、もうほぼ1枚にこのアウター側とインナー側がなくなっちゃったっていうことですね。そうですね。で今回これ、まあ、1枚かろうじて裏に残っちゃってるやつが、多分この合わせ面の中が錆びちゃってるので切除しちゃいたいと思います。はい、この次なる道具、これは刃だけスポットカッターって言いまして、普通のドリルじゃないんですね。ちょっと平らになってて、こういう合わせ面で車のボディにはスポットっていう溶接がされてるんですが、それを穴を開けることなく簡単に揉んで1枚を剥がすっていうこともできるドリルの刃です。サビの煙が出てきますね。合わせ面にサビが入ってる、まあ大まかに切除しちゃうと、合い口もこういう感じで見えます？錆びてます、ね、錆びちゃってますよね。でこれをこういう状態でくっついててこのまま直しちゃうと、もう進行がこいつが根っこなんで、こっからまたどん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 錆びが出てきちゃって、貼り合わせられてる状態だと転換剤が中まで入らない、効かないですね。効いて効く程度じゃないんです、もうこれ半分以上土になっちゃってるんで。でこの錆びた原因っていうのは、この合い口、ここに泥水とかそういうのが詰まっちゃって、でそれが雨が降った時にずっとぐじぐじ乾かないまんま放置されると、こういう状況が進行していっちゃう。こういう色が赤いもの、赤いオレンジ色のものが、これが赤サビ。はい、でこいつは進行が早いんですよ。広がりやすい、広がりやすい。要は、まあ、サビの中でも新しい新人の方、新人のサビ、新人くん。でこれがその表面の赤サビを取り除くと、こういうドス黒いサビに変わってくるんですね、うん、これちょっと黒っぽくなって、ちょっと黒っぽいの。こいつは進行が
若干遅いんですよ。でこのキラキラ光ってるのは鉄板の地ですよね。磨いた、さっき磨いた、うん、で本当はこのギラギラの鉄板を全部これにしたいんだけど、まあ無理ですわね鉄板がなくなっちゃうそうするともう鉄板が錆を進行しないように、してやって、なおかつない部分は新しい鉄板を補充してやるっていう、でそれが一番多分いい方法だと思います。今回は、とりあえず、一般の人でも購入できる、まあ、ホルツさんのサビチェンジャースプレー、これをちょっと今回入手したので、はい、使ってみたい。これを使ってみましょう。でこれはちょっと、まあ、取説を見ると、赤サビをやはり黒サビに変換して、なおかつコーティングしてくれるっていうようなことを書いてあります。まあ、詳しくはホームページとご覧いただいてで これをちょっと本当はマスキングしてやるんですが、そんな必要もないかな。今回は一応塗装も今後する予定がありますので、うん、一旦このままで。あ、結構なんか匂いがきついねこうなんとも言えない塗料ともちょっとまた違う匂いがします、うん。でこんな感じで、乾燥入れるのに約これは6時間でしたっけ。完全乾燥で6時間、ですからこのままちょっと放置して、はい、黒サビに変わるのを楽しみにしましょう。じゃあちょっともう片面ちょっとほじくってみますか。はい、こちらはもうサクサクやってもらって大丈夫です。もうサクサクやっちゃいますよ。でもそっちよりかやっぱり鉄板が明らかに生き残ってる部分が多いです、うん、なんか手慣れたものになってきましたよねウレタンの書き出しもです。下のダメだね。下の方が穴開いてます。下の方がやばい。いいことです。あ、でも本当綺麗。こっちのはまあまあ本当綺麗だわ。奇跡に近い。左右でこんなに差があるとは。ねえ。もうちょっとほじくってみますか。すでに何か、すでに何かが取れてる。パテですねこれ。裏側のパテが。ルービーなくなっちゃいましたここは。何もなくなりましたね。この中食べ物が腐っちゃって。こんだけ言ってるんで中も多分この赤サビになってますねこれね。これは内外でまた処理しないと。まあ向こうにあっちの左側に関して言えばもっとひどいんで、こっちの方がまだ軽症な方。とりあえずこんな感じでまたこうサビ転換をやって落ち着いた状態で鉄板を貼り付けるという作戦でいきましょう。はい、ざっくり型取りから、型取りもこんな感じで非常にアバウトに穴開いちゃってます。素敵な感じで、でこの部分が一番ケインって毎回言っちゃうけど、あのジャキアブポイント、はい、でここに一番強度がなくちゃいけない部分がほとんどはい、なくなっちゃってる状況なんで、ここを新たに新設します、はい、なので1枚ちょっと厚手の鉄板を用いて、ここに補強を入れて、はい、で裏パネルを再生していくっていう感じになりますね、はい、
で後で、まあ、鉄板が短いや足りないやってなっちゃうと面倒くさいので、ちょっと大きめに、本当に分かんないですよねもう空想、ね、空想なので実家も一応型取ります、はい、うん、感じでもでかいでかい感じで、完璧に想像の世界です、これはこれだけだとまだ見えないですね、完成形が。全容がわからんでしょ、はい、これ後で、はい、あ、なるほどみたいになってくるかな取っちゃいます。でまず1枚こんな感じで材料切り抜きました。今回は予算の関係でちょっと廃材というか不要な本物をもらってきてリサイクルしてます。はい、なんでこれは本当は他の車のもともと部品だった、交換をした後の、はい、まあ、要は捨てるものですね。なので環境にいいです今回ちょっと鉄板台の節約をしたということですねが取れましたね。これで、今回の3枚ですね。でこういう歯切れは全然ね、また用途があるんですよ、はい、例えばこういうところの当て板にしたり、はい、ちっちゃな穴埋め用に、もうありがとうございますってこれはこれでまた役に立つ。だからこれはまだ全然使える、はい、材料なので、ここが使えるかなと思ったけど、これ大変だもんな、こう切るのが。ここ行っちゃいましょう。じゃあここちょうどいいところを、平らな部分がないからさ、大変ですよね。は先ほど前の鉄板と切れ方が全然違うのは、厚みが全然違うんですよ、ね、これはもう倍の厚みで、これは高張力鋼板、最近の車が使ってる鉄板で、鋼なんですよ、はい、材質が。これはビートの時代には本当はなかったぐらいの鉄板ですね。これが出始めたのはトヨタのスターレット、はい、あれがゴアボディっていうのを出しました、ね、聞いたことがあります。今回はなんでその高張力鉄板を使ってジャッキアップポイントを、そう、一番この硬い部分でなくちゃいけないもののところに、はい、もう穴が開いちゃってて、これはもう次にジャッキアップかけたらもう完全潰れてなくなっちゃうんじゃないかって、はい、そこを復活させるために一応こういうちょっと硬い鉄板を今用意して、はい、これを使ってみたいと思います。純正よりこれはじゃあいい材質になるわけですね。こっちだけ硬くなっちゃう今回また新しい道具が、とりあえず新しいサンダーなんですけども、はい、サンダーの中でもオービルタルサンダーっていう、ゆっくり動かすと分かると思うんだけど、この のの字を書いている動きするサンダーですね、はい、でこれで塗装の皮をひんむいちゃいます。はい、
車見てもらうとこの素地が鉄板でこのグレーが錆止めというか下地塗料、下地の処理ですよね。でこの黒っぽいのが、そのベース色で、このちょっとうっすら光ってるのがクリアっていう感じで、はい、まあ塗料は普通こう3層4層になってるっていうことが分かりますよね、これね。はい、これで向けます。これで1枚仕上がったっていう感じで、次から次へとやっていきます。塗装向いてこういう状態、ヌクの鉄板の状態にしました。で本当は売ってる状態はこの状態なんですけどね、リサイクル品なんで、はい、どうしてもこういう処理をしないと、使えないと。でこれから、形を叩き出してって合うパネルに作って合わせていくという作業になります、はい。先ほど大まかに型を取った鉄板でこういう感じに形状をこれに合わせていかなくちゃいけないんですけど、それが結構大変なんです。なんとなくこう両線がありますね。大雑把に見当をつけて、でさあこんな感じで曲がってきてるじゃないですか。でこっちから見てもらうと大体、あ、これなんか合わせていいんじゃねえぐらいの感じで、イメージが確かにつきやすくなってますよね。だこれはもう暫定なんですけど、暫定で今やってますけど、でも現実にこういう形状だったっていう、はい、比較的いい感じでしょ。だいたい合ってきますね。じゃあいいですか、うん、で軽くこれでちょっと温めるっていうか、このもっと伸ばしたいところにを温めて、ね、伸ばしつつ縮めるっていう感じ。あ、縮むっていう要素。さっきよりは馴染んだでしょう。だいぶ綺麗に沿ってますね、うん。結局は鉄板を伸び縮みさせるとバタつくんですよ。鉄板が硬くなる。はい。それをちょっと利用したいっていう。なるほど。うん、でただ単にね、今みたいに熱かけないとふにゃふにゃになっちゃうんですよ。あ、そういうことなんですね、うん、強度が出るってことですね、この方が。強度が出て形が、まあ、戻らない。でその代わり錆びが早くなる。なるほど、うん、そこが引き金なので、まあ、ある程度形状を整えてこれでいけそうだっていう時にはもうこの時点でジンクスプレー塗って錆びを防止しちゃう、はい。なのでそのために最初に塗装を剥いちゃったっていう。塗装が乗っている状態だとこれができない。これができない。そうすると、まあこんな感じで中側のインナーの延長になるんで、でこの合い口のリブと合わせれば中はとりあえず1本足が
落ち着くっていう感じですね、はい、さんはみんなこんなことやってんだよね叩いて叩いて合わせて合わせて測って叩いて大変だよこういう感じで完成イメージはなんとなく貼っていけばなんとなく形になってないか、はい、溶接するときはこのメガネをはいしないと、普通はねこういう溶接面って言ってあの紫外線をカットする顔を覆えるやつを使うんですけど、はい、こういうのを使うとどうしても狭いところそういう暗いとことか車体の裏なんか潜るときにちょっとこれだとやりづらいんですよね、はい、なのでまあ自分は目を保護するだけっていう考えで一応こういうちっちゃいメガネを、はい、これ結構優れものなんです。おすすめ商品、まあ、顔は焼けますけどね紫外線なんですかこの溶接、紫外線で焼けるんです。で雪をずっとこう見てると目がもう紫外線で自然に焼けちゃって、はい、でその日の晩とか次の日にもう目がゴロ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 痛くてしょうがないっていうそういう症状と同じことが起きるんですよ、はい、なのでまあとりあえず目だけは保護しとけば、はい、そういう夜のた打ち回ることはないのでのた打ち回る本当にのた打ち回るやっぱり強力な紫外線浴びると目が痛いんです、ね、目玉焼きってよく言ってるんですけど本当の目玉焼き、うん、一回ちょっと下地一回出さないと溶接できないと思うんで、燃えやすい、はい、燃えやすいものは当然溶かさないとと、ね、このガスっていうのが、混合ガスでアルゴン炭酸ガスって言いまして、要はその溶接してる時に酸素を遮断するんですよ、はい、でそれは何でかっていうとあの酸素を排除することによって鉄板にその有害な酸化を防ぐっていう働きがあって、はい、でそれをやらないと逆に溶け込まない鉄板の溶けたものが、それと同時に、錆も防げる、錆の進行も防げるっていう、はい、綺麗に溶接できるんですね、ガスがあった方が、ね、ちょっとこれ裏で当てといて、はい、膨らました状態で、あ、いいですね、今みたいに鉄板を合わせながら仮付けをしていきます、はい、こんな感じで、まあ、点付けなんですけどこれね、はい、あの鉄板に沿わせながら溶接していく、そうするとまあ綺麗な成形ができていくっていう、で点付けしたら、まあ、この部分は一回溶接しちゃいます。これではい、中はとりあえずあの浮かないように点付けっていう感じで、はい、下側は点付けで、
鉄板の溶接はまあちょっとあんま綺麗じゃないですけど、はい、一応これで一体感になった状態、はい、でもうこれ中いじることないんで、はい、これで一応変な話完成なんですよ。なんかインナーパネルはこれが一応完成ですね、うん、でこれが先ほど言っていたスポットジンク、スポットジンク通電する錆止め剤、はい、まあ、これはあの本当は錆止め普通の塗料でもいいんだけど、まあちょっといろんなとこまで溶接をしなくちゃいけないんでね、はい、合わせていかないとこの形状って分かんないですよね。そうですね、こうやって作ってみて、うん、確かにこんな感じだったなと。だからこれ一発でこの形に一発で合わせられればいいけど絶対そうはいかない、はい、最終的に全部穴を貫通させて本当はスポット溶接って、はい、ね、あのスポットでこう3枚な3枚こう合わせて一気にバッて溶接しちゃうっていう方法でここは止まってるんですけど、はい、それができないので、まあ、ドリルで一回一回全部これ全部揉んで、でこいつを抱き合わせてそこに溶接でくっつけちゃうっていう、うん、これで最後にその板にくっつくようにするっていうことですね。2枚は穴を開けて、そういうことです。3枚一緒にくっつくと、うん、ちょっとゴテゴテになっちゃったけど、まあ穴は一応埋まってます。まあ、少なくともこのね形状は、はい、あの折れないような強度にはなってるはずです。純正のジャッキアップポイントより丈夫になったんだ。なったはずですよこれこれへこむっつったらもうゴータがいっちゃうぐらい逆に本体がやられちゃうぐらい本体くしゃくしゃになっちゃうぐらいで、ね、今日は業界用語でいう腰下っていう部分ですね、シリンダーブロックについてる部品ですね、はい、そのあたりを組み付けていこうと思います。でこれ部品ですね、まずピストンとコンロットで、ピストン自体の動きはいいのでガタもなさそうなのでこのまま使うことにします。はい、で今回、まずこのピストンで変えるのはコンロットメタル新品に変えて、それからピストンリングですね、このピストンリングも変えちゃいましょう、はい、ピストンリングの取り方はまあいろいろあるんですけど、昔の人は、ね、そんないい工具なかったので、はい、みんな手でもうただ外すだけそうですね。でこれ手でやるときは折れやすいんですよ。あの新品を組むときにちょっと無理して入れようと思うとすぐ折れちゃったりします。オイルリングはこの3個セットってことなんですね、はい、そうですね、同じ溝にこれが、段になって入ってます。本当はね、やるんだってこだわるんだったらあのピストンの重量も一個一個同じ重量にさせてあげるとこうバランスが良くなるんですかね。そう、重量合わせっていうのはたまに聞きますけど、はい、どこで重量は調整するんですか。まあ、でもこういった角落としが一番多いですかね。うん、角落としてって
まあ、3つずつ重量合わせ でまだ合わないんだったら少し中のこういう厚いところをうまく均等に削っていってあげると、はい、結構チューニングエンジンとかそういうのがよく聞きますよね。これあのノーマルでもそこまでやるとやってみるとでもなんとなくこうエンジンが滑らかに実際は、まあ、振動が減ったりとか、はい、そうですね、実際は滑らかに回るようになります。でここでちょっと注意することはこのピストンリングの溝、はい、ここ切りかけの部分、はい、これが当然隙間ができるので、うん、隙間をなるべくコンロットピストンピンに対してこの角度で切れない目を持ってくるようにするというのが一応基本です。でなるべくしかもこう切りかきを全部同じところにこうやらないずらす、そうですね、だからここにつけたらこっちにつける、でこっちにつけたりこっちにつけたり、なるべく力がかかりにくい斜め方向に持っていってあげた方がピストンリングが壊れにくい。じゃあまずオイルリングがはまりました。はい、リングがどっちがトップかとそうですね、一応確認のため、はい、あの組むときに間違えると困るので、ここに識別マークがあるんです。 1T と多分 T だと思うんですけど、こういう識別がついてる裏表も一応あります、ね、ありますね、これとこれがあります。なので、この印がついてる方を上にします。でトップリングは丸いのでこう見るとそうですね、これが直角でこっちが丸いのでこの 1T って書いてあるのが上、はい、でただの T って書いてあるのがセカンドになります。いや緊張するな、毎回やっぱりちょっと緊張する際に、そうですね、怒ったらまた部品を取らなきゃいけないというプレッシャーが、まあ、ピストンリングは常備してないですもんね。そうですね、さすがに、はい、まあ、今回メーカーに在庫があったのでこれをすぐ割と頼んで1週間もかからずで届きましたけど、まあこういうのバックオーダーになっちゃうと結構時間かかっちゃったりっていうのもあるわけですね。ありますね。はい、これで3つピストンリングの交換が終わりました。はい、はい、で次はコンロットのベアリング、はい、交換していこうと思います。これは結構簡単に変えられます。コメタルと呼ばれている、そうですね、コンロットメタル、ここはてっきり親子の子なのかと思ってたんですけどコンロットメタルの子なんですね、はい、あの業界でよく使う親メタル、コメタルって言いますけどね、はい、親メタルはクランクのメタルで、コメタルはコンロットのメタル、はいはい、で漢字でコメタルっていうのは本来は違うというか、はい、意味合いとしては違う。そうですね。で、メタルの種類、はい、選定方法っていうのがやっぱりマニュアルにあって、シリンダーブロックにある識別マークとクランクシャフトにある識別マークで、今回はその識別マークを見た上で、こちらのメタルですねをつけることにします。はい、今回識別が緑ってあるんですけど、マニュアルにもちゃんとこう識別色って書いてあって、ちゃんとこう袋を開けた後も色で見極められるようにはなっています、はい、新品の場合は。キャップ側かどうかっていうのは同じものですか、この、はい、メタル自体は一緒です。両方とも同じものがつきます。このコンロットってもともとこうついていて、はい、きっちりついた後この穴を削っていくんですよね、くっついた状態、はい、なのでこの穴っていうのは深淵になってるはずなので、まあ、そこに合わせるメタルも同じメタルを使うというふうになってます。はい、一つ注意事項ですけど、これ一個一個バラして分解して組んでいった方がいいです。このキャップがまあ言ったら同じなんですけど、実はさっき言ったようにこう
組み付けた状態で深淵にしてるっていうので、これとこれがセット、組み合わせが一応ある、ね、そうですね、セットです。なのでこれとこっちをつけちゃうと深淵じゃなくなる可能性がすごく高いので、あの必ず元あった場所に戻すというのが基本ですね。ちょっと手間でも、うん、あの一気にバラして一気につけるっていうのはそれはやらない方がいい、はい、間違える、まあ分かればいいんですけど間違いやすいので、ではピストン、あ、ごめんなさい、クランクシャフトをつけてピストンを入れたいと思うんですけど、その前にちょっとブロックを軽く清掃しましょう。まあ、組む上でこの辺先に取っとかないと、後からやるとそのゴミが噛んじゃう場合があるので、今回はちょっとどこまでやるか今迷い中なんですね実はそうですねせっかくならね、ピカピカにして色まで塗れればと思うんですけど、設備的にもなかなかこう大々的に塗装ができる環境もないということで、はい、あのリフトがねない環境なので、そうですね、ちょっとコメントでもいただいていて、実はリフトがあった方がいいんじゃないですかということで、どちらかというとその一般の人がまあなんとか自分のある環境でエンジンオーバーホールしようみたいな感じの、はい、今回の動画になるんでしょうかね。せっかくならちょっとシリンダーの中も、ここもせっかくなのでもうホイールストーンで磨いていっちゃいましょう。ここを少し削り込んでパワーアップするっていうチューニングがあります。ありますね。でもさすがにこれでは削れないので、はい、ちゃんとそれ用のマシーンがないと、連検と呼ばれる、そうですね。あ、でもこの車はガスケットも普通の紙、はい、製、これがヘッドガスケットです。一応、はい、メタルっちゃメタルなんですかね。紙ではないんですよ。紙ではない、ね、そうですね。ここを薄いガスケットにして、はいはい、擬似的にこう圧縮比を上げるっていうのもありますよね、はい、ありますね。でも実際それ見ると比較的薄いですよね、そのガスケットね、うん、その辺はやっぱホンダならではなのかちょっとよくわかんないですけど、うん、ホンダのエンジンちょっとその辺こだわってそうなイメージですけどねどうなんでしょう実際のところ、ね、はい、なんかその辺あれですね、はい、メーカーの人に聞いてみたいです。そうですよね。先ほども出てた親メタル、はい、クランクメタルですね。これもまた切り欠きが、はい、ありますので、そこに合わせてはめてあげると。ここはエンジンオイルを注入して、はい、そうですね。ここは潤滑する場所なので、このビートのエンジンは、ピストンを止める、クランクのキャップが全部一体式でこういう風に入るので、これをつけてからピストンを入れるとピストンが今度締めらんなくなる、ボルトが締められなくなるというような仕組みになっているので、今回はクランクシャフトをここに乗せてその後ピストンを入れてピストンを締めるという作業をしようと思います。ここにクランクシャフトを乗せます。これ、今のスラストベアリングを入れないとこの状態で前後方向に動いてしまうので必ず入れるようにしましょう。じゃあまず1番のピストンから入れていこうと思います。シリンダーに入れる前にはちゃんとオイルを塗って、でさっき、話をしたようにピストンリングの切り欠きをちゃんと正規の位置に合わせて、でこのピストンリングコンプレッサーというものでピストンリングを
しっかりとこう縮めてあげないとシリンダーの中に入っていかないので、こういった工具を使います。でこの時にちゃんと締めてあげないとピストンリングがちゃんとこうしっかり縮んで、ピストンと同じ径にならないので、はい、入れる時にここのピストンスカートを少し出しとかないとちゃんと、シリンダーにしっかり入っていかないっていうんですかね、まあ、シリンダーにこうまず少しこのスカート部分を入れておいてピストンを押し込んでいくと、あとピストンに矢印がついてます。この矢印が、エンジンの前方向ですよっていうことを表しているので、矢印をエンジンの前にしてピストンを入れます。はい、入りました。はい、これで1番のピストンがまず入りました。コンロットのキャップ、これを仮止めしておきましょう。はい、これで仮止めしたのでもうピストンは落ちないです。まあ、ここからは先ほどと同じような工程になるので、はい、これでピストンは取り付け終わりました。一応締めましたよっていうマーキングをしておきます。では次はクランクシャフトを取り付けしますね。まあ、間違えることはないかなと思います。4箇所にメタルはめてクランクのところにしっかりオイルを塗って、メタルにもオイルを塗って、あ、そうですね、ここに大きなガイドピンが打ってあります。ここにしかないのでこれもはまるようにしかはまりません。なるべく一気にトルクをかけるんではなくて、少しずつ対角に、中から外へ対角にトルクをかけていきましょう。はい、これで全部締め終わりました。クランクも取り付けが完了です。フロントケースをつけてオイルチューブっていうのかな、これをつけないとオイルパンがつけられないので、先にフロントケースをつけてしまいます。ここに、はみ出したオイルシールがあるので、ここは取っておきましょう。ここですね、オイルストレーナーだったらいいのかな、これには紙パッキンがつきます。なのでまず紙パッキンを入れておきます。はい、では、クランクのリアのケースですね、それをもう組まないとちょっとオイルパン組めないので組んでいくんですけども、まあ、だいぶ磨いてもらって、これから新品のオイルシールを打ち込みます。本当は特殊工具でオイルシールを打ち込む、ツールがあるんですけれども、今回用意をしてないので、これ見るとここリップ部って一番大事なところですね。オイルをしっかりこう漏れないようにするリップ部が普通にこのオイルシールよりも低いので、今回はこの木を当てて打ち込んでいきたいと思います。で、入れる時の注意は
なるべく均等に打ち込んでいくこと。はい、だいたい平らに入りました。一応傷がついてないかどうか一応確認をして、これでつけていきましょう。はい、これでようやくオイルパンがくっつけられますね。ちょっとある程度洗ったんですけども、まあ、ちょっと時間の関係上本当はもう少し綺麗にしたいはしたいんですが、これでつけちゃおうと思います。はい、取り付け面はまた脱脂をして綺麗にして、はい、ではこっちにもシールをしていきましょう。全部閉まりました。次シリンダーヘッドへ行きたいと思います。シリンダーヘッドは一番今回の主原因ですね。もう一度確認ですけど、バルブが欠けているということで、ここから圧縮が漏れて、まあ、エンジンに力がないと、あとはまあ燃焼状態が良くないので、煙も出てしまうという状況になっていたのではないかと。他のところもまあ綺麗は綺麗なんですけど、なんとなくちょっと嫌な感じの焼け具合なので、今回はバルブを全部交換をしていきます。で次に取るのはこのロッカーアームと呼ばれるバルブを押す部品ですね。このバルブを押す部品を取っていきます。これもあれですね、ここカムシャフトっていうのがあるんですけど、ここにカムシャフトがあって、カムシャフトを使ってこのロッカーアームっていうのを動かしてバルブを開け閉めするんですけれども、普通はこのロッカーアームがついている部品とカムシャフトって別々でついている車が多いんですけど、この車は、ここを取ってしまうとロッカーアームの全部アッシーとカムシャフトも一緒に取れるような構造になっているようです。なので、ここを緩めていきます。はい、取れました。で今回はバルブ自体は交換をしますけど、バルブスプリングはそのまま再使用します。スプリングはそのまま再使用したいと思いますので、できるだけそのついていた亀頭にまた戻したいので、ちゃんと並びを間違えないように外していきたいと思います。普通はバルブスプリングコンプレッサーっていうこういう工具を使ってぐるぐる回してバルブスプリングを圧縮して取るんですけども、今回ちょっと横着して手でいけるかどうかっていうのを試してみたいと思います。あ、来ましたね。はい、取れました。手でやった方が早いっすね。これでインテークは外れました。次エキゾーストいきたいと思います。
はい、全部バルブスプリング取れました。今回バルブ自体は交換なので、どこに何がついてたかっていうのはひとまず関係ないです。だいぶ、ま、カーボンって言って汚れですね、黒い塊がだいぶこびりついてます。ここまでまあカーボンがついてるっていうことは、もしかしたらこのこれから外すステムシールって言ったところからオイルが垂れて、この辺にオイルが垂れたやつが焼けていって、こういう風にカーボンがついてるのではないかなと。まあ、ここまでひどいのは結構久しぶりに見ました。今のが1番のインテークで、これが1番のエキゾーストです。エキゾーストはそんなにカーボンついてないですよね。はい、これもエキゾースト大丈夫そうです。あ、インテークがひどいですね。まあ、これエキゾーストですけど、比べてみればわかるんですけど。はい、で原因があった2番のインテークのバルブが欠けてるやつです。これもひどいですね。はい、では今度バルブのステムシール、ちょっと見えますかね、こういったシールがあります。でこう穴に入った時に、ここですね、ここでとバルブの間をちゃんと密着させて、オイルがここから燃焼室に入らないようにするというような結構重要なパーツになります。でこれを打ち込む準備をするんですけれども、まずバルブスプリングのシートですね、これを先に取り付けていきたいと思います。で動く部品なのでオイルを塗ってどんどん入れていきます。はい、これでスプリングシート入れ終わりました。ステムシールちょっと見ると分かるんですけど、色が違います。白いのがインテーク、黒いのがエキゾーストっていう風に部品が違うので、ここは間違えないように組んでいきましょう。じゃあ入れていきますね。入れていくんですけれども、本当はこれ特殊工具を使って押し込んでいけば、ちょうどいい位置に止まるんですけれども、今回特殊工具がないのでソケットを利用するんですけれども、これで力でこう少しずつ手で入れていくっていうのが一応整備解説書に書いてあったんですけども、力を入れすぎて、入れすぎるとそれはそれでちょっと問題があるので、分解する前に一応見てたんですけども、ちょっとこのステム、先ほど入れたバルブスプリングシートとステムシールの間に隙間がある状態っていうのが正規の位置になってます。いいですね。気をつけないといけないのはここですね。この部分、このゴムの部分、ここが少しでも傷ついたりするとオイルが、ここから隙間から入っていってしまって燃焼室に落ちていってしまうので、また白煙が出てしまうということが起こります。はい、これで全部打ち終わりました。はい、じゃあバルブをつけていきましょう。で外した時はちょっと横着したんですけど、入れる時はバルブスプリングコンプレッサーを使いましょう。で、コッターピンを入れるのに結構しっかりとバルブスプリングを縮めてあげないと入らないので、まあまあ奥まで締め込んであげましょう。はい、じゃあコッターピン入れますね。
これなかなか入れづらいです。まあ、ちょっとこのコッタの入れ方で少し解説しときましょうか。まあ、スプリングをある程度押して、コッタが入る溝があるんですけど、まあ、その溝がある程度まあ見えるところまでしっかり押し込んだ時に、押し込んだ後にコッタを入れていくんですけれど、こう入れた時にね、まあ、こうスプリングコンプレッサーを少しこうグラグラさせてあげるとコッタがスルッと入っていきます。はい、全てのバルブが入りました。はい、では、シリンダーヘッドバルブまで組み終わりましたけども、分解するときはロッカーアームっていうバルブを押す部品外したんですけども、あれは、シリンダーヘッド単体だとちょっと組みづらい、トルクがかけづらいので、もうシリンダーをヘッドをシリンダーの上にもう乗せてしまいましょうと。まあ、できれば一番上視点、一番上に来てる状態だと、もしそのバルブが開いてあった時に、当たって、無理な力をかけてバルブを曲げるピストン穴開いちゃうなんてこともあるので、まあ、少し下がった状態になっているところで、組み付けをした方が安心かなと思います。出しをして、合わせ目をしっかり見て異物がないことを確認して、で、はい、シリンダーヘッドガスケットですね、これ新品です。これをまず取り付けします。はい、これで全部閉まりましたが、一応まあ念のためちょっと全部閉まってるか念のため確認をします。はい、シリンダーヘッド乗っかりましたので、今日はここまでにしようと思うんですが、プラグホールですね、穴開きっぱなしなので何か異物が入ってシリンダー内に入ってしまうっていうことをが嫌なので、プラグだけはつけておきましょう。で、プラグですけどちょっと注意事項ですね。新品、まあ、あの黒自動車を整備してる人はよくわかるんですけど、プラグ、新品のプラグってここにワッシャーが入ってるんですけど、これまだ潰れてないんですね。取り付けるともっとこうぐちゃっと潰れる、薄くなるんですよ。それが正規なんですけど、こうやって入れていってですね、で締めるときに締めますけども、こうねばーっとこうさっきあったワッシャーがどんどん潰れていってるんですね。潰れていってるんで、こうある程度こうねばっとします。力がかかって締まってきます。で、最後はもうこれ以上締まらない感じかなと思ったときに、軽くトルクをかけてあげると。なかなか知らない人やると少しもう力かかったからもうそれでいいやって言ってワッシャーが潰れないまんまつけちゃってる人いますけども、それだと点火がうまくいかなかったり圧縮漏れがあるので、ちゃんとワッシャーをが潰れてるという感覚を覚えて締めていきましょう。もうあとはここにロッカーアームを取り付けをして、下オイルパンのところ全部最後塞いで、それから最後ですね、タイミングベッドをつければ一応エンジンの組み付けは終わりになります。まあ、次回ちょっとどこまでできるかわからないんですけれども、やれるだけやっていきたいと思います。メカニックで